カッコ層は、桜層か桜層属の多年層。別名、ラキ桜、コザク桜。地下に短い根茎がある。歯には、長い傭兵があり、白色の長い平けで毛が密生する。葉心は、稽古から12センチメートルの高円形になり、基部は心形で、円は手のひら状に浅く、不規則に切れ込み、さらに細かい死ががある。葉心は厚く、 葉の表面の葉脈がくぼんで、著しいシワとなる。夏季は5月。花形は、やや太く、傭兵と同様に長い白い開けで毛が密生し、高さは10から20センチメートルになり、5から15個の花がやや臨生状に1から3段につく。学編は5進列し、列編は、長さ1から1.2センチメートルの線状皮新型になり、長い毛が密生する。 果敢は高月状で計2から3センチメートル、先端は合列して広く開き、裂片の先がさらに2列し、高四色になる。頭部の長さは1.5から2センチメートルになり、花のど部は脳積活色になる。湯水は5個あり、花筒の上部、またはチューブで合着する。この属の花は、花中が長く、おしべが短いものと、花中が短く、 おしべが長いものの苦手がある。果実は、果てで、長さ5ミリメートルの卵休憩となり、額より著しく短い。日本固有種。本州の群馬県に分布し、産地の林下に生育する。稀に見られる植物である。種小名、基礎穴は、基礎のの意味。別名、基礎小桜といい、基礎産地で発見されたというが、基礎地方で分布は確認されていない。 和名カッ草の名は、括弧に由来するものと考えられていたが、カツコウなどの説もあり、はっきりしたものはない。1733年に、江戸の植木や伊藤伊兵が表した、地金賞の付録には、カツコウという植物の記載と略図があり、それらの内容から、この、カツコウは明らかに本種と判断される。イ沼マヨの、草木図説では本種を、カツコサとしているが、 これはそのまま、カツコそうと読むのか、かっこそうと読ませる意図なのか不明である。1874年に出版された草木図説の再版に挿入された和名のローマ字綴りでは、かっこそうと読ませることになっている。これらの事実から、武田は形の似ていないかっこからの連想という説には同意しかねるとしている。絶滅危惧愛へ、e、ありがとうございます。